土日の夜は S☆1。 いやちょっと待ってください、変な単語しか出てこないな。テレビに出せるやつだと、はい、なんだろう、今のスパイクのいいなって思うところはやっぱ切り返しの時にスッと切り返せるので、このスパイクだとあんまりそのスピードの低下が感じられないのですごくいいなと思います。ある選手、サッカー選手、ちょっとインタビューできることになって、今、この映像を見せようかな。はい、嬉しい、めっちゃ。その選手が、この選手なんですけど、ちょっと見てもらっていいですか。あ、開いて。おお、時計や。いや、本当時計や。嬉しい。え。好きな選手だ。一番好きな選手だよね。日本代表でこう選手的にいろんな面ですごいなって思う選手教えてもらいたいです。たくさんいますけど、そのタイムリーというか最近より仲良くなった選手というと森田選手と最近僕仲良くなって、今回の活動では特に彼のそのサッカーに対する情熱じゃないですけど、すごい詳しいなと、サッカーの奥深くを知っているなっていう印象が、結構貪欲でいろんなことを僕なんかにも聞いてきてくれたりするので、いまだに代表でいろんなものを多分代表以外でもチームでもすごい勢いで吸収してると思いますし、それがプレーにも出てますし、僕が知らないようなこともどんどん僕に逆に聞いてくるので困りますね。自分よりサッカー知ってる人に聞かれるとみたいなことはありました。それこそ昨日ご飯行ってきたんで、そこでもサッカーの話で盛り上がったりとかしましたね。サッカー選手になるためには どういうことをしたらいいですか。とりあえず目の前の相手だったりチームメートに負けないことだと思います。そうやってやっていくとどんどん上のレベルに行って、気づいたらプロになってると思うので、いけるなと思ったらどんどん次のレベルにチャレンジするっていうのが大事なのかなと思います。僕はどんどんその飛び級でやってたので、例えばそのチームで一番うまかったら気持ちいいと思うんですけど、そうじゃなくてもっと上に行きたいっていうのを、まあ、自分でどんどん周りの人に言っていくだったりっていうのが本当にプロになろうと思ったら大事なのかなと思います。天才ですね。天才ですね。まあ努力の天才とかですね。キモい単語しか出ないですけど、いやもうロマンスですよね。もうときめきが止まらない。僕は今嫁さんよりもときめいた存在かなってすごい思ってます。乾杯です。すいませんなんか。最初天才って言葉がありましたけど、まあ全然僕自分のことは天才だと思ってないんで。そういった意味でその次の人が努力の天才みたいに言ってくれたのは、すごいちゃんと僕のことを見てくれてるんだなと思って嬉しかったですね。Es japonés y me encanta su carácter y su forma de jugar。どうですか、最後の言わせてないですか。大丈夫です。よかった。ならよかったです。子供からって言われるのが一番嬉しいですね。子供はやっぱり純粋だから本当に思ったことを言ってくれてると思うんで、僕のことをよく言ってくれるのは嬉しいです。久保選手自身が自身を一言で例えると。いやちょっと待ってください、変な単語しか出てこないな。テレビに出せるやつだと、はい、なんだろう、欲の塊ですかね。というのはどんどんやっぱサッカーに関しては僕はすごい貪欲だと思っていて、こうなりたい、ああなりたいっていう、やっぱいろんなところでどんどん自分に足りないものを一個一個埋めていくことが僕の選手としての成長だと思ってるので、今の自分に一番合ってるかなと思って考えた結果こうなりました。一個欲を解消したいみたいなやつがあったら、まあ直近なことで言うともっと足速くなりたいというか、もっとスピードが欲しいとは思いますね。単純に速いだけでサッカーって相当有利なので、それを解消するためになんか今こうやってるみたいな、ちょっと差し支えない程度に。あ、やってますよ。そのトレーナーの方と一緒にトレーニングしていろいろ教えてもらってます。まあそこはちょっと企業秘密でなかなか言えない。はい、めちゃくちゃ企業秘密なんですいません。真似されたら困るんで、世の中ライバルばっかりなんで。